アレクサンドル・アンドレイエヴィチ・イワノフの肖像画は、ロシアの新古典主義の画家。イワノフは、イワーノフとも表記される。民衆の前に現れたキリスト。先霊者ヨハネがこちらへ歩いてくるイエスキリストを指し示している。アレクサンドル・アンドレイエヴィチ・イワノフは、サンクトペテルブルクに生まれて、帝国アカデミーでカール・ブリューロフなどと共に学んだ。 父親はやはり画家のアンドレイ・イバノビチーワの夫である。彼は生涯のほとんどをローマで過ごし、ニコライ・ゴーゴリと交友を深め、キリスト教美術の誠実性と精神性を取り戻そうとする芸術運動であるナザレハに属した。彼はたった一のの会が民衆の前に現れたキリストによって有名で、この絵の完成に死の直前まで20年をかけている。 ヨーロッパの熱心なクリスチャンはこの絵だけを見にモスクワへ行くとも評判である。イバノフの評価は以前よりは増している。民衆の前に現れたキリストの下絵をいくつか残しているが、これらも素晴らしいという評判である。この絵以外のほとんどサンクトペテルブルクのロシア美術館にある。ありがとうございます。